はい、どうもみさん、こんばんは。えー、今週の一冊、第281冊目となりました。今、日曜日の午後9時過ぎたぐらいかな。えー、半沢直樹やってた時には、到底、この時間には配信してなかったんですけど、終わってしまいましたからね。はい、ということで、えー、ちょっと、ちょっとだけ、あの、配信をくれましたけども、281冊目を始めたいと思います。はい、デア君。デア君、今、トイレ行きたくて、ちょっとイライラして、バタバタしてましたけど、抱っこされるとおとなしくなるんですねちゃん。じゃあ、こたつ入りましょうかね。はい、どうぞ。 あ入っていきますねバ、はい、バイバイはい、あコードを持ってすみません入ってちょっと。はい。ってことであっ外出たね。はいってことで郷土281冊目の本なんですけどもあの実は11月25日という日は僕にとって特別な日でね、えー、これは三島由紀夫の命日なんですよね、えー。ご存知の方も少なくなってしまったかもしれませんけど昭和45年の11月25日に、まあ、三島由紀夫一街の中東部隊当時のね 今は防衛省ですけどもそこにまあ突入して相関というのを人質にしてでその相関室で、えー、まあ演説をした後にですね切腹してまあ、あの首を解釈されてですね、えー、死んだ割、まあ、腹自殺を遂げたわけですね。えーそれまあその 死に方自身のセンセーショナルこともあって三島一夫というのは明らかに三島一夫のことって語ったり三島一夫のことを思う時には明らかにそうやってまあ腹を切って死んだ男というイメージで語ってしまうことが多いと思うんですよだからまあ彼は晩年に「幽告定華」を取りますけど幽告定華では二十六事件に行けなかった兵士が奥さんと一緒に心中するってね死んでしまうっていう話でまあその切腹の場面が実にリアルに描かれてるわけですけどもまあどうしてもそういう場面と三島一雄という作家個人というのを結び つけてて考えてしまううこととが多いと思うんですけども,、ねまあ、あのでもぼ僕は別にそういうことにあまり関心があるわけじゃなくてなんか三島由紀夫と作家に特別な関心があっていつも11月25日っていうのはですね何があっても三島由紀夫について話すことにしてるんですこの10年もうちょっとは20年ぐらいかななってます、ね、例えば映画の話があった時には三島が主演で出た「増、ま、村、あ、や須賀の空風やろう」って映画について喋ったりとかねあるいはあの三島由紀夫の小説について喋ったりとか。 あるいはなんか音楽の授業音楽の授ってあんまりないけど音楽の授業があれば三島由紀夫音楽」っていう小説も書いてますからこの「音楽」っていう小説に出てる論じたりとか、えー、いろいろですねなんか政治的なことについて触れてもいいような授業があった場合には「橋川文蔵とのやり取り」であるとか三島由紀夫の、えー、文化防衛論であるとかねそういった本について言及するってことが最近多くなったんですね。 だから三島自身がどんどん活白自殺を解けたってことについてはあまり僕自身は関心がないわけではないけどそれと三島由紀夫という作家を結びつけて考えてしまう短絡さについては少々意見が言いたいところはあるんですね。えー、ところで今日紹介したい本というのはその中のその中のというかそういう僕の三島の関心を、えー、さらに広げてくれた一冊なんですけどもこの本ですね内海、えー、武さんというこの方精神科医なのです精神科医が書かれた「 金閣は焼かなければならぬ。金閣は焼かなければならぬ。っていうね、金額王か、金閣を焼かなければならぬ。って一冊です。えー、今申し上げたように、内海さんという人はこれは精神科医で、精神科医で今東京経済、東京経済の精神管理センターのセンター長をやってらっしゃいますね。えー、昔、あの東京経済のセンター管理長をやってたのは、 あの健康センターの管理長をやっていたのは三木茂雄さんというね、今回は精神科医なんなくて解剖学者だったんですけども、だからまあ,あ、肩書き見てたらそうやって書いてある1955年生まれでね、東京芸術大学健康管理センター長って書いてあったんで、なんかこの設備の名前はみんなすごい久しぶりだったんで、かつてはここのセンター管理長が、センター長が三木茂雄先生だったなと思って、なんかふと不思議な思いに駆られた記憶があります。まあ、ずれにしても一人の精神科医が書いた本なんですね 金閣を焼かななければなのというタイトルもう当然「金閣寺」というものについて書かれた本ですね。でサブタイトルというか、まあ、それが書いてあるのは「えー、林養賢と三島行雄」というサブタイトルで書かれてますね。 林家と西家言うまでもなく実際の金閣寺は昭和24年だから25年に燃やされたわけです。完全に燃やされてしまったわけですけどそれを実際に行ったらそこの金閣寺に長いこと、えー、いた、まあ、下男であったです、ね、林養健という30代の男性だったわけです当時大谷大学の学生だったけどね。えー、で彼が、えーまあ、あの燃やしたっていう本当の事件があって、まあ、彼自身は、えー、まあ あの決心がついた懲役7年だったかな何かの刑を与えられた後に結核になってで最終的にはその刑に服することを終えることができずにそのまま肺結核で命を落として亡くなってしまったんですね。 お母さんはあの事件の当日に鉄道から飛び降りてです、ね、保津川橋に飛び降りてそれで保,あの保津川橋に自殺してしまったってことがあってまあ、結構セン者ーショなことだったんですねでも彼自身はまあ,あの普通にって言い方おかしいけど当時としては死の病であったら結核で亡くなったわけですっていう事件がまずあってで三島はその事件っていうものに非常に詳しく取材をしたんですね取材をして。 えー、それでまあ三島由紀夫の全集がありますが、三島由紀夫全集の第6巻、第6巻とは金閣寺が収められてますね、金閣寺が収められている金閣寺に収められていて、えー、そこの末尾のペ最後の方のページにこういう付録で、ですね、金閣寺創作ノート、2000年代に発見されて公表された部分なんです金閣寺創作ノートというのがあって、ですね、えー、これなんかを見ると、ですね、えー、三島が多分一番最初に書かれている部分。 というのは動機にあたる、どうやってこの小説を書こうかっていうことに関する動機に当たる部分がこうやってね書かれてるんですけどね「美、えー、への嫉妬絶対的なものへの嫉妬相対性の波に渦もれた男絶対性を滅ぼすこと絶対の探求のパロディっていうのが主題ということで四角く囲って書いてありますで、あるいは他のページなんかにはこういうあの金閣寺の周辺の,あのスケッチがざーっと書かれてたりとかね してまあ、実にあの当時の金閣は中は入れなかったはずなんだけどなぜか三島さんはその金閣の中の構造とかねなんかすごい総裁にスケッチしてるので。 まあ誰かの力を借りてねあの見ることができたのかなと思ってるんですけどもまあ全然そうやって彼は非常に取材を精緻に行ってですねまあ、あの三島由紀夫という人は実際にいた人物をあの小説するってことは例えば「青の時代」なんていの光クラブの、ね、東大の学生だった男がまあ借金あの金貸しをしてそれで失敗して自殺してしまった事件があったりそういう事件を取材してますしまあ、あるいはいろいろ大根先生のスキャンダルを取材にした小説とかがあったりして実際のモデルをあの小説にしたものっていくつかあるんですよ。だからそう という意味では、この林陽家のこの本ってのはモデル小説と言えるかもしれませんけどもでも林桜家のという人物そのものをリアルに描いたという、まあ、ドキュメンタリーとかフィクショナルな作品ではない金閣寺明らかにあのフ,ィフィクションというかノンフィクションではないんですねだから金閣寺は明らかにフィクションであって、えー、三島由紀夫だけが書くことのできた創作小説だと思うんですね。 ところで、えー、最近の新潮文庫文庫本の金閣寺は、まあ、こういう表紙になってそもそももともと三島由紀夫の文庫ってよかったですね真っ,真っ白の画面に、えー、金文字であのタイトルが書いてあってでオレンジの文字で三島由紀夫って書いてあったんですねたったそれだけで表紙に何の絵も書いてなかったそれが一番あの僕は気に入ってたんですけど最近の,あの文庫本ではこうやって、まあ、よくわかんない炎の絵が書かれてる、ねえー、金閣寺になってますね。 まあ、市川今が映画化した作品も炎上って言いますから、まあ、あのこの映画間違ってはいないわけですけども早見良聖の描いた絵みたいですね,これねそういうのが載ってるわけですで、えー、さらに最悪なのはこの腰巻きですよこの帯ですね青春小説にして犯罪小説って書いてありますね。 えー、なんか三島紀は今年没足50年ということもあって新潮社はこの自分とこの、まあ、新潮社が、ね、三島夫の判件をたくさん持ってるというか、まあ、三島駅前線はもともと新潮社が出してるもんですからねだからそういうところもあるんでしょうねだからまあ三島夫のこういう話っていうのはすごい明確に出しててね、まあ、文庫本とか売ろうとしてるんでしょうけどもその売り方がひどいんですねまずこの表紙のデザインっていうのは、まあ、僕に言わせるどれも最悪ですね。あの全く気を使っので このの言葉ですね青春小小説説にして冒険小説例えばこの「京子の家」なんかはですねこれは三島の失敗小説と言われたもんですけども、まあ、三島よ夫としては自信を持って書いたもんだけど評価が非常に低かったもので、まあ、今読んでもまあそう面白いもんではないんだけども。 まあ、あの当時の時代背景を考えたらこの男4人がですねいろいろな物語を繰り広げるという意味ではこれは映画化もされたけど、まあ、まあまあ読め,読める小説なんですね当時はあんま評判良くなかった、まあ、多分評判良くなかったら三島の評価がもともと高かったので評価の高い三島にしてはっていう意味合いがあったんじゃないかと僕は思いますけども例えばこの清子に何か新たな三島に出会うなんてね まあ、新たな三島っていうのはどういうものかってこと多分この「京子の家」の編集者も全く考えてないと思うけどこういう腰巻きなんですねこれはまあいいかもしれないですねだけどこの金閣寺のねこの青春小説にして暴犯罪小説っていうこの帯はないですよねこれねあのつまりおそらく金閣寺という小説はどちらでもないわけですよだからこの青春小説の執筆者とか犯罪小説いつも書いてある作家にも申し訳ない言い方ですよね だから多分この新潮社の編集の人たちっていうのは三島行きのことを全く理解してないあれは全く読んでいないと言ってもいいんじゃないですかねもし読んでたらこんなことは恥ずかしくて書けないですよね青春小説にして犯罪小説なんてね。 こうういいけなと思うんですけどまあそれはともかくとしてちょっと新潮者の悪口を言ってしまいましたけどもまあいずれにしてもこういうものが書かれた書かれた経緯っていうのはまあそういうあ膨大な創作ノートがあってその創作ノートに従って、まあ、三島は書いてるわけですねでこの内海さんってい人はまず三島由紀夫っていうのは全三島由紀夫の金閣については全体の半分50%ぐらいが記述になってますで最初の50%ってこれ林止要件という実在の人物ですよね金閣寺を燃やした大谷大学の元学生だった男についてえかなりこ 書いてますね、その時に長所であるとか、えー、まあ診断書であるとかそういう実際の生の資料にまで当たって随分、ね、詳しく調べてますもちろん精神科医ですからよく言われたのは林陽健という人がです、ねまあ、心身消失状態にあったとか、ね、あるいは今の言葉ではない昔の言葉だからね、精神分裂病であったとか、まあ、いろんな言い方をされて、ね、神経衰弱であったとかいろんな言い方をされてますけどもそのまあ精神分析を内海さんは行うわけです。 えこういう分野は病跡学と言いますね病跡病の跡を探る学問病跡学パソグラフィーって言うんですねパトスって病気のことグラフって描くでしょ。 だから病跡学というんですけどこれは作家とかなんか有名な偉大な人とか、まあ、昔はこれ天才学って言ったんですけど今天才いないから病跡学という名前になったんですが、えー、非常に優れた業績を収めた人っていうのがその精神的所産として作品を作ったりなんか政治的な発言をしたり行動を行ったりするわけでしょでそういう精神的な所産である行動とか作品といったものと本人たちの精神的な作用とか精神的な内容というものを比較検討するような学問のことを病跡学と言いますね。 だから分かりやすく言えば作家と作品の関係の中に作家自身の精神性がどのぐらい入っているかどうかってことについて言及する学問と言います、ね、だから例えば三島由紀夫もそうですけど芥川龍之介とか太宰治とかねまあ結局自殺した作家が多いんだけどそういう人たちが対象になることが多いですね。まあ一時黒沢明なんて映画監督が病性学の対象になったことあるけど映画っていうのは病性学の対象なのさは難しい、ね、映画は総合芸術ですから、えー、一人の監督はもちろん黒沢監督は絵コンテを描いたりね フィルムの編集もやったりするんでかなり一人で映画を作っているというイメージがあるんで描写企画を映画で行うのはクロス・アキラだなっていうのはまあ分かるには分かるんだけどもでもあのそういうのをあの描写企画の文脈で読み解くというのは大変難しいことですよね、えー、と思うんです、ね、だけど小説なんかの場合には一人でやってますからだからその小説家と作品の精神的な所産である作品との関係というものを論じるということはまあまあ辻褄が合うんですね いやその文脈でこの内海さんっていう人もやろうとしてるんでしょうけどもでもその前にまずモデルであるというか本人である林表件の精神分析を行なわけですねで結果はどうかっていうと彼は分裂病ではないです分裂病前夜っていう言葉を彼は使ってますけどもあ分裂病になる手前だったみたいですね。 分裂胞として発症したのはむしろ捕まった後にに、えー、自分でいろんなことをしゃべりますまあその時に言った発言が美への嫉妬であるとかね「金閣寺が美しかったから燃やしたんだ」とかいう燃やしたってことに対して動機を聞かれた時にそう答えたもんで三島由紀夫はそこに反応したわけですで、まあ、多くに最初もそこに反応して林顕賢という人と金閣寺というものが美というものによってつながってたってことをなんか無理やり結びつけたんですねだけどこの本の内海先生に言わせるとそういうふうに動機を 原因づけることそのものに問題があるわけでもともとこの分裂病前期の患者さんっていうのは動機なんてないんですよねあのおそらく分裂病の人って, <coughs> っては大体そうなんですけどあの何か行うことの動機とか理由なんてのは全然ないんですね気づいたらやっていたってことが多いんで、えー、だからそういうこともあってまああの多分金閣寺を燃やした 当初はまだ分裂病ではなかっただろうけどだんだん分裂病の状態が顕在化していたってことを分析してますね、えー、だけど残念は分裂病として、まあ、残念かどうかわかんないけど分裂病としてちゃんと発症してですねまあ立派な分裂病の患者になる手前で彼はまあ計画で亡くなってしまったんだよねだからその後は分かんないんだけどでもやっぱりそれはあの分かんないなぜ燃やしたか実際,実際のところはよく分からないですね B の嫉妬っていうのは確かにそういう発言はしてるんだけどもそれだけが一人歩きをしてしまって三島一雄にまでその影響を与えてしまった ってこととあると思うんですよ、えー、だから三島は三島でこの美瑛の嫉妬って言葉をまあ自分なりに解釈して、えー、この内海さんはこの三島と、えー、この林雄賢というね養賢という二人の人物の間の共通の特徴で理学って言葉を使う理学っては隔離って言葉でしょ離れるってね隔離現象の反対は理学という精神医学の言葉だけど理学って言葉を使ってつまり彼ら共通していろんなところから理学され離されていたんだということです隔離されていたんってことですね社会からも人々からも現実からもね いろんな世界から離れていたってことが、まあ、あの2人の,あの人物の共通点だということを挙げてるわけですね。で特に林条件っていうのは、まあ、本人がども森だったってこともあったので社会的には随分と隔離されてた威嚇されてたっていう現象がありますね。でそれが、まあ、いろなところからも、まあ、あの自分の ボスである住職や住職から金閣寺を継ぐね金閣寺住職になることが彼の夢だったかもしれないけどその継ぐことをまあ断念してるっていうことをはっきり言われるまあそれは小説の中に出てくるけどね出てくるんだけどまあそういうこと言われたりしてまあ えー、その住職である自分の師匠とも離れてしまうとか人物との人間との離れですねで現実との離れあるいはその中でも、まあ、自分をつなぎて,ておいたのは金閣寺だったわけだけどもどうも金閣寺というもの戦争が終わって金閣寺がオープンして一つの観光の名所になります今はそうだけどね GHQ がたくさんやってきて、まあ、かなり今考えるととんでもないようなことを行ってですね、えー、もう完全に観光地として金閣寺と堕落していくわけですね。 だからもちろん林養家も知らないけど足利義満が作った頃の金閣寺を作っゃって誰も知らないわけだからでそれをそういう金閣寺からも自分は理覚されていくわけですね現実の金閣寺になっちゃってね。 だからまあ金閣じゃ燃やさない燃やしてしまうことによって自分の一種の心の中の意識の中の美というものと一致させることを彼は目指したのかもしれないというふうに三島は考えたんですよね。で三島ひきはそういう金閣と美への嫉妬っていう立場で書いていくわけです。だからそれがそこに三島ひきのあのー、林養健っていうのは一番最後は死なないですよね。この中ではあの死な死んだりしないんですね。 えー、彼はこの中でポケットを探ると小刀とハンカチに包んだカルモチン、まあ、睡眠薬ですねカルモチンの瓶とか出てきたそれを谷底をめがけて投げ捨てた実際は彼はカルモチン百事を100錠服用して小型の自殺を行おうとそれだけで失敗してしまうんですね。で別のポケットのタバコが手に触れた私はタバコを飲んだ一仕事を置いて一服している人がよくそう思うように生きようと私は思ったっていうので終わったわけですよね。 でそういう結末を終わるように、まあ、三島一雄の中の、えー、溝口といいますけど林養健という人は主人公は金閣叔した本人は生き延びるわけですよ生き延びようと決意するわけだからね。だから あのそこはだいぶ違うんだけど、まあ、そこに精神学的な理由があって、まあ、三島の主人公はそうやって生かすこと、まあ、なかなか小説で人を殺すのは難しいんだけど生かすことによって、えー、逆にまああのずっと理覚という現象を社会の中で続けさせようとしたのかもしれないそれは三島の意地悪だったかもしれないなぜかって三島自身がそうだったから、ね、社会的なかなり隔離というのは自覚してたでしょうねなかなかね。 1あの一人でいなきゃいけないみたいなところがあって、まあ、それがもしかすると最初に言ったようにそれを結びつけることっていうのは僕は関心はないけれども彼自身の自殺自死といいますか自死とつながっていたとは言えないことはないかもしれないですね金閣寺とね、えー、いうことあります、まあ、でもいずれにしてもこの小説を書くことによって三島はあけですね。ね 自分の中の美っていうのをまあ消し去ったわけだから当然この後美は残らないんでね三島自身は死ぬしかなかったかもねっていうのは言えるかもしれないですねあの小説の中の主人公を死なせないでも三島美金閣寺を書くことによって三島自身は死んでしまったかもしれないですねでもこの林要件本人はまあそううあの病気で死んでしまったんで分かんないけどもまあこの内海さんの精神分析によればやっぱり分裂病の初期症状だったってことが 判定されるわけですねこれはよく読んでいくと、まあ、少し精神学の知識がないと読みにくいかもしれませんけどそうじゃなかったとしてもとてもよく読める本だしところどころでやっぱり非常に感銘する文章に出会うことがあるので、まあ、是非おすすめですね。で、まあ、あの実際の三島没後50年ということで、まあ、たくさんの本が出てますこういう本が出てたり、まあ、本だけ紹介しておきますねえ西幹二さんの本これ再版ですね情報版で出て、まあ、有名な本だったんですけども出てますね。 えー、こういうい本も出ててまますすねね森田秘書と2人でしてます、ね、僕は森田秘書の最後のカーキ色の方だけを小学校5年生の時に目撃したような気がするんですけど本当かどうかよく分かりませんね。であるいはこれ,これも最近の,もの「太陽鉄」っていうエッの読み込みについて書かれた本ですね。で岩波新書でも佐藤さんがこうやって、えー、とあの三島一休っていうのを書いて最近出た本です。えー、これも、まあ、三島事件をもう一回別冊宝島が写真入りでうまいこと紹介している本ですね。 えー、それから大沢正氏あの評論家の大沢正治、社会学者の大沢正治が三島紀夫の秘密、なぜ腹を切ったかと,と、北条の海のエンディングがあれでよかったのかっていうねあ、三島の最後の小説ですけども、それについて書いたりもしてます。ということで、三島については没後50年で、まあ、いろいろな本が出されたりいろいろ語られたりしてるんですけども、いまだに分かんないことが多いんですね、分かんないことが多いけど、なんかそれをなんか無理やり三島の死といろいろな因果関係を結びつけることをすることは、僕はしないで、まあ、 淡々とこの最悪の表紙の金閣寺を読もうとしているというか今実際読んでるんですね。まあ金閣寺に足を運んだり今は観光客だらけですよ。えー、2月ぐらいにいた時には多分あの人が少なくて無人の金閣寺ってのに出会うことができたはずですね。そしたらもしかしたら僕もその金閣寺を燃やそうと思ったかもしれないね。もちろん美と出会うためには燃やそうと思ったわけじゃないかもしれないけどもな何らかの魅力が金閣寺ってものにあったのかもしれないですね。えー、ということで。 あ三島についてはもっともっと語りたいことがいっぱいあるんですけどもだいぶ時間も過ぎてしまいましたのでこれで今週の一冊の第281冊目終わらせたいと思います、えー、本は金閣を焼かなければならぬという宇住武さんの本でしたはい終わりますじゃあねバイバイ